五個十六国時代は中国の時代区分の一つ。304年の間の後期から439年の北義による河北統一までを指す。五個十六国は当時中国河北に分立攻防した民族、国家の総称である。十六国とは北義末期の史官の蔡広氏が出演した十六国春秋に基づくものであり。 実際の国の数は16を超える。五冠末期から北方遊牧民族の北方辺境への移住が進んでいたが、精神の八王の乱において諸侯がその軍事力を利用したため力をつけ、鋭家の乱でそれを爆発させた。五ことは強度、千碧、鉄、鄭、郷の五つのことである。強度は前長、夏、北漁を、千碧は前円、五円、南円、南両。 西広氏を、ケツアは後長を、定は、聖官、前進、功労を、京は後ンを、官族が前領、前高し、聖領、北縁をそれぞれ建てた。また、京都によって建てられた前長、千肥母養部によって建てられた前縁といった説明が、されるが、これはあくまで中心となって建てた民族であり、その国家の中には、複数の民族が混在していた。 この字には異民族に対する差別的な意味合いがあるので近年使用が控えられるようになり、それに代わり、東新十六国の名前が使われるようになってきた。ただし、五個十六国時代の範囲には東新滅亡後の二十年ほども含むため、この用語も完全に適切とは言い難い。時代の北方遊牧民族の領域全巻の定の時代に強度が分裂し、 五冠の光武帝時代には、肥昇落鹿羽地区、全部が三つ竹帝の下に入庁して、郷土は、官庁領収縁に居住することとなった。五冠末期には、三世省北部に居住する者もいた。一方、北アジアの派遣は戦費に奪われる。戦費は二世紀三世紀に、断石援助の下で、北アジアに派遣を唱えたが、その後分裂した。西にいた郷族は、 韓の統制下に入っていたが、何度か、韓に対しての反乱を起こした。帝族は、全韓内より、漢宿、先生、四川に居住し、韓の支配下に入っていた。この帝族は、韓化が進み、五官末期にはほとんど定住農公民として暮らしていた。また、三国時代には、義の曹操や曹飛が、周辺移民族の自国領収縁への移住政策を行ったこともある。 内地へ移住した諸民族は、それまでの部族形態を維持したまま中国の傭兵として使われた場合が多い。精神の地方行政区分。全、朝、政官、全量の独立。三国時代の構想の後、ようやく中国を再統一した進むの芝園であったが、統一後はだらしなくなり、助食にふけて政治を顧みないようになる。 その死後に即位した経典はアングで知られる皇帝であり、皇后のカナンプーなどに利用されるがままであった。カナンプーらは自分たちの権力を固めようと、諸皇をたる皇族たちを巻き込み、八王の乱と呼ばれる内乱を勃発させたため、国内は大騒乱となる。この乱が大規模なものとなった理由として、進むが諸皇王に対して与えた兵力がかなり大きいものであったことが挙げられる。 前代の義は諸皇王の兵力を大きく削り、監視を厳しくして皇帝に対する反乱ができないように抑えつけた。結果、諸皇王は反乱を起こせなくなり、皇族間による内乱は発生しなかった。一方、中央では短命な皇帝や妖帝が続いたこともあって、重心の芝居が台頭するようになったものの、これを抑える力を持った諸皇王が登場することもなかった。 結果、義は、芝氏による散脱を許してしまったのである。散脱の結果成立したシーンでは、これを教訓に諸侯王に大きな兵力を与えたが、それが過ぎたため、今度は有力な諸侯王による権力争いが生じ、彼らは、己の兵力をもって対抗し合ったため乱は泥沼化した。諸侯王は、友好関係にある災害民族を傭兵として用いた。 八王の乱は三百六年に終結するが、進むの国力衰退は明らかであり、郷土の前羽の家系である隆園はこれを後期と見た。彼は八王の一人であった政党芝絵に従い、行に駐屯していたが、都督優秀諸軍事、王俊、平州志士し、馬頭の討伐を名目にして、行から離れ、三百四年に三世の理石で自立して、郷土大前羽を名乗り、関と郷土が、 兄弟のちぎりを交わしていたことを名目として、漢王の座についた。同年には、四川でも共へ族の李武氏が、政党を名乗って、進むより独立した。また、関宿では、進むの領収支氏であった、長期が自立し、全領政権を立てた。五個十六国時代の幕開けである。あと、朝の独立。前身、前縁、前高氏の成立。下北の身と前の対峙 竜炎は、郷土の血族出身である赤緑夜寛人の将軍、王渡を従えて、三成一帯を攻略し、三百八年には、観光帝を名乗る。竜炎は三百十年に死去し、一旦は、長男の竜話が後を継ぐが、人望がなく異母帝の竜僧が取って変わった。竜僧は、翌三百十一年に、真の主トラクヨを落として、京帝の弟の懐三角を虜にし、 進むを実質上滅ぼした。その後、長安では残党によって、懐帝の老いの貧帝が擁立され、官に対して抵抗を続けたが、316年にこれを滅ぼして進むを完全に滅亡させた。進むの皇族であった芝江はそれ以前より南の県業にいたが、貧帝が殺されたことを聞くと、定位について進むを再考した。これは、 刀身と呼ばれ、前朝に滅ぼされた王朝は、聖神と呼ばれる。318年に劉僧は死去し、後継をめぐって争いが起きる。これは、最終的に俗志の劉曜によって収められ、劉曜は即位して、国防王朝と改める。しかし、東方の攻略に出されていた赤緑は、上国によって自立し、翌年には大前朝王を名乗った。赤緑はこの時、 戦費の卓抜部、断部と結んで、王春や劉魂を討伐して、河北、河南を領有し、三島の総玉も滅ぼし、洛陽を境に前、蝶と睨み合った。その後十年ほど睨み合いが続くが、劉陽は次第に主食に吹けるようになった。328年に劉陽は後町に占領された、洛陽を奪還するべく申請するが、赤六の 上院の石虎の軍に大敗して、捕虜となり処刑された。残った大使の劉博氏も翌年に石虎に敗北して殺され、前朝は滅亡、後朝が河北をほぼ統一した。石六は翌330年に天皇を名乗り、さらに皇帝に即位した。石六は333年に死去し、息子の石広氏が即位するが、石虎が敗位、殺害して自ら即位した。 石虎は、行二千とし、千尾団部を滅ぼして後、蝶の最盛期を作った。一方で残虐な振る舞いが多く、溺愛していた息子の石頭が、大使一戦によって殺されると、一戦を含めた一族を多数殺害した。石虎が349年に死去すると、大使の石代が即位したが、間もなくして、石武氏に殺害され、彼の兄弟たちによる後継者争いが起きた。 この時に、肝心で石虎の用孫の石瓶は後、蝶の皇族らを殺して散脱し、国語をぎっと定めた。その際に、元の名である、全瓶に戻している。彼が建てた国は、後に建国された、北魏などと区別するために、全鷹誌と踏称されるが、短命に終わったため、五個十六国の中には入っていない。あと、蝶の残党はその後しばらく抵抗したが、 351年に完全に滅亡した。全便は、石子を筆頭とした、血族の連年の戦争と略奪を背景として、救護長領の肝心に異民族への復讐を呼びかける、激文を飛ばした。結果、肝心諸公の決起と子族同士の戦いによって、数十万に上る個人が殺害され、残った異民族は故郷への脱出を図った。司書によると、 無事に帰れた者は十二に三と言われるほどであったという。しかし、闘神に対しても敵対したため、一部の漢人からも、背かれた。その頃、両党ではすでに337年に、戦備母用部が、母用のもとで前、燕を立てており、次男の母用心が後を継いでいた。前高氏の混乱を見た前縁は、中原へと進出を図り、 母陽春の弟の母陽つとむは前義軍に連勝し、352年に前便を捕らえて殺害、前高氏を滅ぼして、龍城から行にせんと、母陽春は皇帝に即位した。下北を統一した前進、翡翠の戦い後。同じ頃、あと、朝の支配力が及ばなくなった先生地方では、帝族の不幸が神王を名乗り、息子の府県が朝安に入って、旗皇帝に即位した。 彼らの建てた国は、前進と呼ばれる。一連の混乱に乗じて、東進の将軍カノンは、政官を滅亡させて、四川を東進の半島に組み入れ、三百五十四年に北伐を行い、前進を攻めるが撃退された。カノンは一旦兵を引き上げるが、三百五十六年に再び北伐を行い、落葉を占領した。前では、務の指揮の下あと、 長や南部などの残党を平定し、河南にもその勢力を拡大していた。360年に、母陽春が死去すると息子の母陽が継いだが、若年であったためおじの母陽つとむが、実質的な指導者となった。母陽つとむは前縁の勢力を、さらに拡大。364年8月には東進から落陽を奪い、366年までに、準北を、ほぼを制圧し、 前縁は前世紀を迎えた。360年中頃には前縁が、河北の東を前身が西を領有して、前、長後、長の時と同じように東西での睨み合いの状態となった。府県の後を継いだ、府政は横暴で周囲の不満を買い、重帝の府県によるクーデターで殺害された。府県は、優れた人物で、肝心の応募を登用して、その権限に従い、 370年には、母葉勤務の病死により由来でいた禅ツバ燕を滅ぼし、河北最大の勢力となった。府県は、371年には、官宿に寄っていた阿大家を、376年には、山西北部に拡挙する戦費卓伐部の大と全領を、滅ぼして、河北を統一した。さらに、朝鮮半島の高栗と白木を長工国とし、勢力は大きく振るった。 さらに、府県は、中国の統一を目指して、東進遠征を計画する。王網は375年に死去しており、臨終の際に、東進への遠征は止めるよう遺言,言した。しかし、府県はこれを聞き入れず、遠征を決行する。383年、府県は100万と合する新政軍を南下させた。これに対する東進軍は、シャーンを大都督とした8万で迎え撃った。両軍は、 翡翠を挟んで退治する全身軍は一旦兵を交代させ、東進軍が川を渡ったところで攻撃しようとした。しかし交代させたことで陣形が崩れ、そこを東進軍に疲れて大混乱に陥り、全進軍は大敗した。全進軍は様々な民族の根性であり、先の戦いで東進から捕虜となっていた将軍なども起用されていた。 府県は残軍をまとめて帰還するが、これを見た配下の諸部族は反旗を翻した。九万円の領土には後円が、三世では大と、西燕、先世には後心、西広氏が、官宿には功労が建てられた。さらにその後の混乱から先世に夏、官宿に北領、南領、西領、三島に南縁などが乱立し、河北は再び騒乱状態となった。 アトシンの躍進、夏の独立。これらの国々が乱立する中で、前縁の母陽春の弟の母陽水によって建てられた、アトエンと、京の族長陽朝によって建てられたアトシンが次第に、兄弟となる。394年にアトエンは、西ツバメを、同年にアトハタは全身をそれぞれ滅ぼして、領土を拡大し、両者の睨み合いとなるかと見えた。しかし、 大から解消した戦費卓抜部による北魏と古神から独立して建国した強度の赤レンボツ没ボ没の夏が次第に強大となる。後園は395年に北魏に対して遠征を行ったが大敗した。翌年に母用水が死去し398年には母用水の弟の母用徳が離反して南園を建て、さらには北魏に領土の大半を奪われるなど、 ご縁は一気に体制となった。407年、漢人の氷罰が、高栗の王族出身の母様雲を擁立したことで、後縁は滅亡する。氷罰の政権は、北縁と不味称されるが、保持した領地は、両党と両政のみの狭い地域である。後旗は、400年前後の最盛期の要求の代に、周辺国を一時的に従えた。 しかし402年に北魏に大敗し、また西新や香労との抗争を続けていた407年に、配下の赤レンボツ没ボ没が自立して、夏を立て、牙を生かした攻撃を仕掛けて後新の国力を疲弊させた。最終的に、後旗は417年に、東神の劉友が率いる遠征軍により滅ぼされた。劉友は何円も410年に滅ぼしており、 これらの軍港をもって四百二十年に、東進から禅城を受けて、僧を建てた。四百十七年、劉雄が長安から東進に引き上げると、赤蓮没没は、長安を奪取し、夏は、河北において、北義と並び立った。赤蓮没没は四百二十五年に死去し、後継であるこの赤蓮正は四百二十七年に、北義によって、夏の首都、東万城を落とされ、 翌年に捕虜となる。次に即位した弟の赤連帝も北魏に大敗し、431年に西新を滅ぼすもと翌によって北魏に送還され、処刑された。北魏は436年に北園を滅ぼし、439年には甘宿地方を統一していた北寮を滅ぼして、下北を統一した。これをもって、五個十六国時代は終わり、 南北朝時代の始まりとなる。五個十六国時代は中国における宗教の概念をそれ以前と一変させた時代であると言える。その最大の特徴は外来宗教である仏教の需要の仕方に現れている。五個の君主の大多数は非観民族ではあったが、儒教を尊崇する君主もあれば、老僧思想を思考する者も,も見られた。そんな中で当時の社会不安が高まり、 戦乱が打ち続く河北において飛躍的に広がったのは仏教であった。疑心の社会では仏教は依然として外来の宗教であったが、五個の君主たちは自らが仏教徒となるとともに仏教による民衆教家を図った。五個の君主たちは構想を礼儀あるものとして軍師、政治顧問や軍師として用いる例も多かった。よく知られる例は、あと、朝の積録と、 石虎に崇拝された、ブッドである。ブッドの門下は、釈道案や熟ア明ららの漢民族の構造を、排出し、仏教をより広い地域に広げた。前身の府県は、上陽の道安を武力によって獲得し、さらに、道安の推薦で、記事で名高か,かった熊羅重を長安に迎えようとした。しかし記事から迎え入れる最中に前身は、実質的に滅び、 熊羅銃は功労に泊まることになった。最終的には後ンの要教が熊羅銃を長安に迎え入れ、盛んに薬教事業を行った。後旗は中国において仏教の国家支援をした最初の国である。大山に入った宋明には、東進の後部帝を含む6人の君主が背物を剣じて自らの国に迎えようとした。ありがとうございます。